おはようございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野が今日も皆様に、行徳は駅前公園からコミュニケーショントレーナーとして一つ重要なコミュニケーションテクニックをお伝えしたいと思います。今日はですね、10月は7日金曜日ですね。今は降ってませんが、今7時、9時からですね、雨になりますので、早めに切り上げて帰りましょう。はい、今週はですね、折れない心を作る。レジリエンスとか言います。英語ではですね、折れない心を保ってですね、健康に生きるためのテクニックをですね、今週は5つお伝えしたいと思います。明日はですね、その5つ全部をですね、ラップアップ、明後日ですね、日曜日はその5つをそう振り返りしますが、今日は、4つ目ですね、4つ目、はい、メンターを持てというお話をします。メンターというのはですね、心からですね、サポートしてくれるアドバイザー、お友達、先生のようなもんですね。人生のメンターをたくさん持つことは不可能です。2人か3人でいいんじゃないですか。メンター、何の相談もですね、非常にポジティブに親身に聞いてくれる友人あるいは先生を持ちなさいということです。そういう人を持ってるとですね、人生のくじけそうになった時のつっかい棒になってですね、しっかり乗り越えることができます。はい、私のメンターはですね、中学校の先生なんですが、もう88歳になってですね、もうです、ご相談に行けるような状態じゃないです。もう老人ホームに入っちゃってます。空手の先生方もですね、3年いましたか、皆さんあの世に行ってしまいました。みんなですね、90近くまで脚色として生きてですね、最後亡くなるまで一杯飲んでですね、そろそろ行くからな高野くんみたいなことを、先生冗談を言わないでって言うとですね、さっと迎えが来ていきます。最後まで健康を通してですね、行きます。はい、私の武道のメンターはことごとくあの世に行ってしまいました。はい、伊豆大島のですね、一番のメンターは老人ホームに入っちゃってですね、オミクロンで会えなくなっちゃってます。はい、まとめます。人生でですね、どうやりましょうかと、困ったことがありましてって言った時にですね、心から相談に乗ってくれる人がメンターです。人生折れずに幸せに生きるためには、2人ないしは3人のメンターを持てということです。これがですね、4番目の折れないで一生健康に幸せに生きるためのコツです。さよなら。